皆さんこんにちは、私たちスイタレイです。リオの M アリタ、始まりましたスイタレイチャンネル。今日はなんでこの3人なんですかね。あら、今日はアリさんとツータ付き合ってるドッキリ。いや今日普通にメンバーで旅行中なんですよ、お家を使って。そこでみんなが気が抜けてる時に YouTube のドッキリを聞かせていきたいと思います。ここが付き合ってるという設定で、うん、M が2人が付き合うならやめるっていう設定。極端付き合いはやめるっていう。そうで、アリタンは別れるならやめるっていう。この2人がバチって、みんな仕掛け人のこれとなっちゃったらはどういう反応をするのかっていうのを見ていきたいと思います。お、じゃあ早速やっていきましょう。せーの、イッショータイム。ふー、ドキドキ。え、どうだったっけ。記号上がりだな。え、これ同じやつ出すんだっけ。今日ババ抜きなんだよ。最初のグル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 いやいや、勝たせないな。もう、イエイ、わー、黄色。やばくね。4枚出してる。あ、そういうことだ。うち、わー、やばい、また帰っちゃうよ。けがないやばい。なんか、うちや。あ、じゃあこれで終わり。あ、オッケー、はい。じゃあ、なんか爆え、なんか爆よ。負けたら爆よ。はい、じゃあ爆よ。負けないやつ、いえ。どうぞ、こうやりたい。待ってたやん、何やん、ちょっと優しい。いや、言わない。何の違う。ここは違う。じゃあ言わないにしようよ。そしたらいい。そっち以外でも。感じてる。聞かない。え、聞かない。何、そういう意味。言わないでしょ。マネージャー経由でなん
か言わないの、それは。マネージャーにそのこと伝えないってこと。伝えるくない？でも安心じゃないですか。こっちからしたらね、うちらからしたら別に安心じゃないんだよね。え、私はおめでとうの方。ホテルとかもなんか泊まったりさ。でも今までそういうの出したことないやんね。でもさ、付き合ってるわけでさ、ずっとさ、うちらも仕事が一緒で付き合ってるってなったらさ、もうさ、ずっと一緒にわけだ、ここもここも、うん、その中でさ、なんかイチャイチャとかされたりとかさ、もう仕事もう言ってるよ、すごい。そう、仕事の時にはそういうのなしねっていうのは、ね、仕事さえ分けてくれるのが良くないですか。でも無理そうじゃね、今の感じで吸いてあるだけ。離れられないならやめる。どうする？エンジンが出てサウジに言わないの？サウジでもいいし。あんま前にそれが言わなくて。え？理由は言わずに。言ったの。本当に無理なんですよ。逆にさ、カップルじゃないと思って、じゃあ親友っていうのさ。思っでも聞いちゃった分にはもうそれはさ、本当に言ってる、うん、無理でしたね、こちらが無理だ、いや、普通に真剣な話してるんだよ。でも結構その簡単な気持ちとかじゃない、アリタンの行動とかってあんま理解される部分たまにはあるやん、なんていうの、なんか感じないとか、でそこを要は支えていかなあかん、グループのためにもって思って、このメンバーで立ちたいんだよね、欲しい人です、うん、だからこうやってメンバーのこと考えてるんだったら、逆に付き合ってないよって言って欲しい方がいい、知らない方がいいですよ、考えて気持ち悪いですよ。え、どうしたら認めてくれるの、どっちは逆に。無理かも。そうだ、キスしてみちゃん。絶対無理じゃん、つーた。嘘だったら絶対無理じゃん。それで逆に認めるちょっとは。うん、するよ。え、ほんとに？ほんとに？これ見ていいよ。嫌とかじゃなくて失礼じゃない。そうえ、これ今だっけ？え、ほんとに？恥ずかしい。え、するよ。はい、ほんとに。これ見て。ダメ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 、え、もういいですか、はい、だって見、なんで見えてないもん、ええもうしたいだけやろ。なんか微妙な空気。せーの。めっちゃ痛かった。ドッキリ大成功。え、エルさんも？え、キスしてたの？え、ちょっとしちゃった。あのね、いや、絶対自分したいだけやろ、絶対。エムちゃんは本当にどっち？キモいっていう役。そう、まあ実際にキモいけどね。でもなんか、なっちゃんとか綾菜とかは絶対なんかイエーイみたいな、言うと思ったから、エムがやめるって言ってどうなるかって。でも全然なんかいい反応できなかったですね。で、しかもさ、エムがさ、キモいって言うたびにさ、なっちゃんちょっと辛くて。本当に旅行中に仕事させて、本当にごめんなさい。だから本当にマジやったらね。いや、仕事やってしまいました。何ヶ月もなんかこうちょっとラブラブ、そうそうみたいなの。え、思ってて、こうかけてた、なんか怪しさみたいな。すごいね。ね、どうだって腕組んでたのとかで。この腕組みとは違う、なんかこういう腕組み。こういうレッスンをしてました。私は愛さん見るもんって。なんで？いや、なんか喜びだけどさ、Mがこういうじゃん。なんかあんま喜んじゃダメなのかと。そう。そうなの。やっぱどういう感情なんやろって。本当に。Mが本当に怒ってるのかなって思って。
やってるし、どうしようの顔だった。やってくださいまして。あ、よかった。よかった。